全部抜けるよ。全部抜けね。抜けなかったらもう引退するもん、ほんとに。ちょっと、ちょっと引退させるわ、エリック、今から。いや、これの、こっち向けるー。いや、左。いや、こっち。いや、これ意外と振り回される。やばい。できなかった、また、マジで引退だから。はい、どうも、ライキです。今日はちょっとしたゲストに来ていただいてます。どうぞ。はい、どうも、エリトマトです。いやー、今ですね、とてつもない今記録を樹立しようと頑張っている最中なんですが、もうすでに7、8時間スプラトゥーンをしている最中なんですが、遊ぼうと言われて引っ張り出されました。どうも、エリトマトです。ちょっと精神状態がまともではないんですが、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何回行くのが乗るの？いやー、決まってない。でも最初、先行後攻あるからね。どっちがいい？先行後攻。あ、そうかそうか。いや、あー、どうしよっかな。先行で行こう。いや、もうほんと申し訳ないよね。ほんと、うなちゃんのチャンネルでほんと申し訳ないけど。うん。もう全然余裕だから。こんな、もう舐めると思うんだよね、ほんとに。こんなのをゲームにされたところで俺は、そのスッスッと抜けて終わりですよ。もしかしたらごめん、お蔵入りになっちゃうかもしれない。何？全部抜けなければ嬉しいな。そんなに自信あるなら全部抜けるよ。全部抜けね。抜けなかったらもう引退するもん、ほんとまで。そんぐらいの心持ちで来てるから今日。ちょっと引退させるわ、エリ君、今から。ちょ、今引退困るな。今日引退困るな。まだそう、終わってないことがあるから。終わらせなきゃいけないことがあるからな。企画途中だもんね、今。さあ、来たな、オッケー。はい。いやこれ威圧あるでしょ。この守り、いや貧弱ですね。貧弱。パブロの方がやっぱり重そうに見えるな。やっぱりどうしてもやっぱ主のね、うん、オーラをまとってるから。行くぞ。さあ来い。来た。行きます。いけ。いや、これのこっち向ける。危ない。あれあれ、どうした。いや、卑怯だな、その後ろ一人の。抜けらんねえな。いけ、フォーメーションや。いや、俺はこっちから。こっちだ。よっしゃ。これむずいぞ。あれ、待って。あれ、大丈夫？むずいぞ。引退？エニク引退？ダイナモ別中だけ早いとかない？お、今。あ、やばい。うえぇ、危ねぇ。大丈夫か、エニク。いや、あれ、おかしいな、なんか、あれ俺のパブロちょっと遅い。壊れたか。プロコン調子悪いんじゃないの。あれあれ、エニク、あれエニク、あれ。いや、これさ、だってちょっと待って、これさ、あれなんじゃないの、これ。スプラ2のさ、タチウオじゃできないんじゃない。そんなことないですよ。あ、できないんじゃないの、これ。ちょっと待って、ナイスだ。気がしてきたぞ。あれ俺の今やってる企画よりこっちの方が途方がない気がした。それはないけど。それはないけど。さあ、どうする。いや。あ、でも翻弄されてる。いや。いやね、もうね。待って、マジで引退。ちょ、一回は行きたい。一回も通さないよ。よっしゃ。完全にも振られたでしょ。イノシシみたいに突っ込んできた。イノシシ同士だから。横一回やったのに。いや、待って。どうする。いや、逃げる。やばいよ、時間ないよ。エニク、時間ないよ。ウナちゃんのしもべたちも強えな、なんか。しもべ、行け、しもべ。こっちじゃ。何？ここじゃ。あらららららら。いや、これ不可能だと思います、僕。ちょっと納得いかないですね。どうでした？いや、なんかいけるビジョンがね、全く見えなかった。マジ？いや、でも、これ俺が高校やった時に一回も抜けられなかったら不可能ってことでいいよね。確かに。そしたらお蔵入りになるかもしれないね。これ、はい、あれ、八百長とかないでしょ？うちのチームのこの3人がさ、はい、うなちゃんに勝った。肩持ってる。ないそんな。ちゃんと本気でやるんだよね。そんなないよ、みんな本気だよ。頼むよ、3人とも。もうガチで来い、ガチで。絶対止めような。怖いな、この4人。テスラ4人怖いな。あ、来た。いや、つやべえな。コロ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 。いや、俺も久々だからさ、これ
できるかな、エニクにあんなに煽ったのに自分できなかったら恥ずかしい。いけますよ、いくよ、いくからな、いきます。もう早速一発目からいきたいな。いや左左左、こっち。いやこれ意外と振り回される。やばい。おうちも右側見てる。やばい。止めるぞ。イエーイ。やばい、マジでいったぞ。待って。あれ肉、あれうまくない、あれえ、うまくないこれ、大丈夫。いやこれ怖い。やばい。くそ。そう、え、待って、もうこれ、え、これもう裏技じゃね。なに、これ絶対勝てるじゃん、これ絶対勝てるよ、これ。どうした、絶対勝てるでしょ、これ。こういけば、あ、無理や、そうね。あ、無理や、また避けられるんだけど。よしやったー。マジで言ってんの、それ。おい、3人頑張れよ、お前ら。何やってんだよ、ダイナモ軍団。お前らちょっとスピード緩めただろ。主が勝てるように。あぶれ、あー、くそ。しゃー、ニニ君か。もう負けてんだけどな、俺。さあ、来い、行くよ。エニ君のとこから行こうか。あー、マジか。いや、ここだろ、やっぱりこの一番奥だろ、肝心なのは。行きますよ。あれ、え、嘘、あれあれあれ、ワタメ頑張って、ワタメ頑張れ。ふっ、あー、くそ。よっしゃー。いや、今なんか空いてたんだよな、真ん中が。意外といけると思ったけど。いきます。そう甘くはないぞ。こう振り回せればうまく。あー、おー、ナイス、いいね。なんか射程伸びた、でかくなった急に。テスラ急にでかくなった、ほんと。なに、癖がすごいんだけど。おあれ、エリー君のとこから。いや、すごいな。いけちゃったな。いや、すごいな、このギリギリ走ってくる、やば。3回いけましたね。いけるんだな。ちょっとさっきまでの俺の発言全部撤回させて、恥ずかしいわ。じゃあもう一回チャンスを与えて、一回やる、エリー君。やるか。4回抜ければね。もうでもコツつかんだから、うなちゃんの見て。あー、ほんとに？もうがっちりよ、もう。あー、こうやって抜けんのねっていう。次からちょっとほんとに競技としてやらせていただくんで、覚悟しててください。できなかったらまたマジで引退だから。さあ。はい。もう100コツずつ掴んでるんで、もう全部抜けますよ、全部。そうだね、1回ダイナモやった方がね、抜けやすいかもしれないね。一回やったらわかる。ああ、うん、こういう動きになるのね。もう完全理解したんで。俺の動きを参考にできるしね。俺のね。何？あと君たち3人の仲間3人のね、癖も僕はもう。癖掴んだ。したので、あの一瞬で。ええ。あの一瞬で掴んだから。これはすごい。ひなちゃんを止めていると見せかけて視察してたね。なるほどね。3人の動きを観察してたんだよ。じゃあこのリベンジマッチも計画のうちみたいな。もちろん。いや、最低だろ。ちゃんとやれよ。うじょー、うなちゃんの優しさを見越してのね。さあ、じゃあ行くぞ。よし。あれ、いなくね。あれ、いなくね。あ、いた。見えるぞ。抜け道が見えるぞ。かっこいいよ。デビルバッツゴーストを見せつけてやるよ。デビルバッツゴースト。スタート。こっち。こっちだ。パー。どうする？あ、ちょっとやっぱおかしいぞ。あれ？そっち3人おかしいぞ。そんなに迫ってなかったぞ、うなちゃんの時。あれ？そんなに来たか？こっちまで。あれ？いやーこれ、え、ちょっと待って。あれで。あれやってんな、そっち。やってねえよ。あれ、うなちゃんの時そんな迫んなかったよな。さあ、こう、あれ、こうやっていくんすよ。おー、惜しい。でも成長が見えてる。うるせえ。さあ、成長が見えてる。成長が見えてる。あ、ちょっとフォーメーションが若干違うのかも。あ、いやー、きついな。俺の罠に引っかかって、意外とちょっと開けといてそこを狙うっていう罠ですよ、これ。まあまあまあ、そうやってまあ上機嫌になってていいですよ、僕は。実況的にはやっぱ4回とかにそんなね、ギリギリでやっぱ僕勝ちたいんで、おかしいなぁ。意外と、引退近いんじゃない？本当に。本当にやばいね。
あ、あ、あ、でもちょっとおデビルマッチだーすまだ間合いがつかめてないな、お主。ちょっとごめんなさい、真剣にやります真剣もう実況忘れるわ。おうまいおうまあおかしいなぁ、なんか違和感を感じるんだよな。俺とやった時の3人じゃないんだよな、この3人が動きが。あー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 え、そんなさ、隅に追いやるムーブしてたっけ、君たち。あれあれえに、あれちょっと、なん癖が。一回は抜けないと、エリク、一回は抜けない。残り10秒一回は抜けない。エリク本日をもって、私、スプラトゥーンを引退します。